どうも、百角旅したトラベルプランナーの橋本です。今回はこれを知れば乗り継ぎが怖くない、誰もがほぼ 100% 失敗のしない乗り継ぎテクニック5選を紹介したいと思います。今回お話しする内容は次の5点です。1、最低乗り継ぎ時間をクリアする。2、国際線から国内線の乗り継ぎは注意する。3、乗り継ぎ便のチケットは別々に購入しない。4、それでも乗り継ぎに不安がある場合の方法。5、現地の空港で迷わない方法。1から3が乗り継ぎ便の選び方のテクニック、4と5が航空券購入後のお話になります。こちらのチャンネルでは100カ国旅した僕たちがおすすめの国やおすすめの旅行グッズ、旅行に役立つ情報を発信していくチャンネルです。内容が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。最低乗り継ぎ時間をクリアする。まずこの動画をご覧の皆様に最初に知っていただきたいのが、各空港には最低乗り継ぎ時間という概念が存在するということです。最低乗り継ぎ時間とはその名の通り、この空港を乗り継ぎするには最低これぐらいの時間を見ておいてねっていうルールが実はあるんです。調べ方は Google で英語でミニマムコネクティングタイムプラス空港の3レターで出てきます。例えばロンドンヒースロー空港の最低乗り継ぎ時間を調べたいときはミニマムコネクティングタイムプラス LHR ロンドンヒースロー空港と入れていただければ OK です。ちなみに空港の3レターは3レタープラス都市名で、こちらも Google で検索すれば簡単に出てきます。一般的には航空券の予約サイトでこの最低乗り継ぎ時間を満たない乗り継ぎ便というのは表示されないようになってはいるんですけども、最低乗り継ぎ時間はギリギリの設定になっていることも多いので要注意です。例えばアメリカのニューヨークからロサンゼルスを乗り継いで日本に帰ってくる場合、ロサンゼルス空港での最低乗り継ぎ時間はわずか40分です。ロサンゼルス空港での乗り継ぎの時に国内線ターミナルから国際線ターミナルに移る必要がありまして、移動には一般的にバスを使います。そのため予定通りニューヨークからの国内線が到着したとしても乗り遅れる可能性というのは十分に考えられます。慣れている空港ならまだしも、初めての空港で右も左もわからない状態でテキパキ動けるはずないですよね。僕のこれまでの経験上は最低乗り継ぎ時間プラス1時間は見ておいた方がいいかなと思っています。乗り継ぎ時間に十分猶予があれば心にも余裕が生まれますしね。2つ目、国際線から国内線への乗り継ぎは注意をする。国際線から国内線へ移動する場合、最低のケースで最初に到着した空港で入国審査と荷物のピックアップ、それから国内線の飛行機にチェックインとなりますので、国際線同士の乗り継ぎよりもさらに余裕を持った乗り継ぎ時間を心がけましょう。例えばベトナムのリゾート地ヤチャンに行く場合は、乗り継ぎ地のホーチミンとハノイで一旦入国審査と荷物のピックアップがあって、それから国内線へチェックインとなります。ただし国際線の乗り次でも途中の空港で入国審査がある場合が例外的に2つあります。1つ目がヨーロッパが目的地の場合のシェンゲン協定加盟国での乗り継ぎの場合です。この場合は国際線同士の乗り継ぎであっても最初の到着地点で入国審査があります。例えばパリ乗り継ぎでバルセロナに行く場合、この場合パリで入国審査があります。お荷物に関してはバルセロナで受け取りとなります。特にコロナ禍においては目的地の入国制限と乗り継ぎ地の入国制限、この2つをチェックしておくことが肝心なので注意しておきましょう。2つ目、アメリカでの国際線の乗り継ぎ。アメリカの場合は国際線乗り継ぎであっても必ずアメリカの最初の到着地点でアメリカの入国審査とお荷物のピックアップがあります。つまりアメリカ乗り継ぎでペルーやメキシコに行く場合でも、途中の空港ロサンゼルスとかダラスなどで入国審査とお荷物のピックアップがあるということですね。以上お話してきたようにかなり複雑ですので、出発日当日空港職員の方に最初にどの空港でお荷物をピックアップする必要があるのかを確認して出発されるとなお良いと思います。3つ目、乗り継ぎ便のチケットは別々に購入しない。同じ航空会社同士、あるいは提携航空会社との乗り継ぎでないと荷物がスルーで流れない場合か、最悪乗り継げなくても保証が出ない可能性もあります。例えばロンドンに行きたい場合、マイルが溜まったので東京からシンガポールは LCC のスクートを使って、シンガポールからロンドンをブリティッシュエアウェイズの便を前で購入するとします。この場合スクートとブリティッシュエアウェイズの便は別々の航空会社でそれぞれ記録が関連し合っていますから、基本的には乗り継ぎ地のシンガポールで入国とお荷物のピックアップ、それからシンガポールの空港で改めてブリティッシュエアウェイズのチェックインが必要になります。
このようにですね、記録を別々に作ると遠足荷物はスルーで流れないと思ってください。最悪な場合、日本から出発する便が遅れても乗り継ぎで乗る予定だったフライトに間に合わなかった場合でも保証は出ません。もし諸事情で別々に航空券を購入しないといけない場合、この場合は少なくても入国と荷物のピックアップ時間を含めた5時間程度の時間を見ておくことをお勧めします。1つ目、それでも乗り継ぎ時間に不安がある場合はどうすればいい？これを見ている方の中にはすでに航空券買っちゃったよっていう方も多いかもしれません。乗り継ぎ時間を長くできればベストなんですけども、航空券変更するにもお金がかかるっていう場合も多いと思います。もし変更できない場合、僕だったら次の2つの方法を取ると思います。1つ目、航空機の遅延に備えて海外旅行保険に加入する。海外旅行保険によっては旅行中の緊急費用や航空機の遅延を保証する特約をつけられるプランもありますので、こういった部分でリスクヘッジをしておくのが良いと思います。もう一つは、希少品は手荷物で持っていくということです。これは稀なケースですが、乗り継ぎ時間が短いと荷物が積み込みに間に合わないということも見受けられます。つまり人間は目的地に到着していてもお荷物が届いてないということもあるんです。なのでかなりタイトな乗り継ぎ時間の便に乗る予定の方は、貴重品プラス 2,3 泊の着替えを手荷物で持っていくことをお勧めします。5. 現地の空港で迷わない方法。はい、1から4まで失敗しない乗り継ぎの事前準備についてお話ししてきました。皆さんが一番気になるのはここかもしれません。同じ航空会社の乗り継ぎでかなり余裕を持った乗り継ぎ時間であったとしても、初めての空港だとなおさらちゃんと迷わずに行けるかが不安ですよね。でも大丈夫です。安心してください。初めての空港でもスムーズに乗り継ぎをするコツ、これは目線をやや斜め上にすることです。つまり空港内の看板をよく見て、その矢印通りに進めばいいんです。これにつきます。最初の空港に着いたらすることは2つに1つ、入国するか乗り継ぎをするかのどちらかです。自分の目的に合う方の矢印に沿って進むだけなので簡単です。それでも不安な方は堂々と空港職員の方にお尋ねください。大抵の空港であれば非英語圏からの乗り継ぎ客はたくさんやってきますので、英語が下手なのを恥ずかしがる必要は全くありません。そもそも空港はあらゆる国の方がやってくる場所ですから、元々の性質上非英語圏の方でも分かりやすく作られています。なので大丈夫です。自信を持って旅行をしましょう。それでは良い旅を。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、またいいねボタン、コメントもいただけると嬉しいです。概要欄に LINE のリンクも貼ってますので、そこからの相談も受け付けています。どうしても不安な方は旅行会社に相談するのも有効な手段だと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。